SBI リスト小学短期保険株式会社は小学短期保険制度における日本の保険会社。2006年4月の保険業法改正時に創設された小学短期保険制度において第1号として登録された日本の保険会社。地震保険以外では唯一となる住宅向け地震、保証を専門的に開発、販売している。 2012年に SBI グループ入りし、称号を変更した。1995年の阪神淡路大震災以降、日本列島は地震の活動期に入ったと言われており、地震はいつどこで起こってもおかしくないと政府の中央防災会議で決定されている。一方、被災時の公的支援は被災者、生活再建支援法での最大300万円の給付に限られ、 個人が自ら備える自助の意識向上が求められている。代表的な自助の手段である地震保険では火災保険の保障額の50%までしか保障されず十分な備えができているとは言えない状況であり地震保険を保管する保障が求められている。正式名称は地震被災者のため生活再建費用保険。地震保険では不足する。 地震保障を上乗せできる保険。地震で住宅被害を受けた人の生活再建に必要な費用を保障する。地震保険と異なり、火災保険に加入していなくても地震の被害を保障する。地震費用保険、リスタオビルダー、工務店が契約者となり、摂取を被保険者として住宅に地震保障を提供する制度。住宅業界の保障制度のうち、 貸し担保保険、地盤保障、完成保障に次ぐ保障として活用されている。正式名称は地震被災者のための生活支援費用保険。法人が契約者となり、法人の従業員などが福利厚生制度として保障を受ける。ありがとうございます。